変わってないんだ。3月にあったシロトルの抗議活動以来、さらに現状は負担を極め、数千人が拘束、拷問され、行方不明者も数え切れません。上野で天空の司法というチベットの仏像とか宗教的なものを展示会をしてるんで、それをなんかやり方が非常にまあチベットのためになってるようなやり方で、やってますので、実はそれを違うということを私たちここでチベットの支援者の人々と集まって、そして今日のこのことについて、平和的な反対の姿勢を私たちは訴えたいと、そのためにここで集まっているんで、実は皆さんご存知のように、このチベットの6ご存知のように、チベットではお寺、もともとは6000ぐらいのお寺がありまして、6000ちょっとぐらいのお寺があって、その中で中国の侵略によってチベットのお寺を6000のお寺を破壊してます。6000のお寺の中で残りのお寺、9ぐらいですね、その中で今回は6つのお寺からホタラジュはじめカシルムジ、それからヤンセペゴチョテ、それからミンドリンジ、シャルグンバなどのお寺から物を2006年から、チベットから運んで、日本の業者がチベットに行って、チベット中国政府の関係者と回って、そして日本の業者がね、お寺の中に勝手に入って、あれ欲しい、これ欲しい、これを持ってきますということで、物を運んでしまったことなんですけれども、そしてアメリカ、ヨーロッパあたり、2006年あたりからその美術展をやってました。そして2009年から、この中国はチベットを侵略して50年に私たちチベット人が世界中にさまざまな催しをやってます。それに対抗するために日本で今回は、福岡、それから札幌で、今度は今上野に運んできてるんですね。今回の業者の代行、広告代理店とかそういう、それからそれに関連してる日本の方々もその中で関係してますけれども、私たちはそういう方々に直接なんていうか、悪い思うとかそういうのはない。なぜならばチベットの現状を知らないと、ただお金だけ、商売だけのためにやってるということは私はそう思うんですけれども、でも片方では日本でチベットについてよくご存知の方、それから普段からチベットに一生懸命支援なさってる方々、そういう方々が今回この日本ではこういう形でチベットの状況を間違った伝えているということで、これは許さないということで、皆さん今回集まって、そして今これからデモに入りたいということで、どうぞこれから少しの時間をぜひ一緒に使っていただきたい。それでは黙祷。
実証を伺いたいと思います。ご注意の皆様、お騒がせしております。皆様はイベント問題はご存知でございます。独立国仕事は50年前に中国に出発されました。現在イベント問題に行われている中国事件と佐賀県と先進の日本人は先進の日本人は先進の日本チベットに住むチベット人のものなのです。私たちはこの真実を日本の皆様に訴えるため、また犠牲者に哀悼の意を表し、上野恩賜公園に向かって平和的に行進しています。かつては千年の歴史を持った確固たる独立国でした。しかし50年前に中国共産党に侵略されてしまいました。侵略以降、中国共産党は6000に及ぶ議員を殺し、同時に膨大な数の6000以上の寺院を破壊し、信仰の対象である仏像を破壊し、こんなこれ3つが勝ち、そうです、そうです、こんなこと絶対力を積んでますよね。しかし、50年前に中国共産党に結果的にこの展覧会はそうですね、上野公園にてはいろんな抗議行動がこの後もいろいろ記事でございますので、ぜひこちらの方に発行していただいて、よろしくお願いいたします。それでは今日はどうも明日またありがとうございました。クリスマス